調和っていうとですね、なんかちょっとこう宗教臭い言葉でなんだろうなと思うかもしれませんけれども、大調和というのはですね、一人一人が特徴違うじゃないですか。一人一人が、ね、自分の特徴に沿って役割を果たしていくんですね。で、誰が上とか下ではなくて、それぞれの役割を果たしていって、結局、物事がうまく収まって、物事が進んでいく姿。それを大調和というんですね。だから、まあもちろんこう、形上ね、組織で、まあ、支部長さんとかね、県連会長さんとか、まあこう役職はありますけれども、役職はあるけれども、私たちの気持ちとしては、上下関係でやっているのではなく、大調和の精神で、みんなができることをね、やっていこう。そういうふうに思って集まっているのが参政党なんです。ですから、この郡山市議選もですね、もう春からですね、福島の党員の方たちがそれぞれできることをですね、もう特に支部長さんを中心に一生懸命一生懸命、候補者を支えてまいりました。そして、今日から、ようやくそのね、本番の1週間が始まるわけです。今日から郡山市議選スタートしました。そして投票日は来週の、8月6日日曜日です。ね、ぜひ皆さん、4年に一度ですからね、この自分たちの貴重な貴重な権利、そして義務ですね、これを4年に一度の貴重な権利である義務であり、この投票という行動でね、ぜひ政治に参加していただきたいというふうに思います。そして、さまざまな候補者います。ね、多分ね、皆さん、誰々に頼まれたからとか、誰々に頼まれたからとか、あるいは、なんかこう、いつも入れてる人だからということで、あまりですね、その人が実際4年間どういう仕事をしてきたのかっていうのを知らずに、なんかこう反射的にね、もう投票されてる方も多いんじゃないかなと思います。まあ、むしろ投票に行ってる人は、まあ4年前の郡山市議選は 44% でした、投票率が。ですので、まあ、まだね、投票に行ってる人はまだ、いいかもしれませんけれども、半分以上の方がですね、投票も行かない。4年間、私たちの代表である市議が何をしていたのかも知らない。そして、また、やり過ごして、次の投票が来ると。もう今回の投票が終わったら、次は4年後、2027年ですよ。もう大阪万博のね、2025年の大阪万博も終わって、それからさらに2年後が、2年経ったらですよ、日本はどうなってるんでしょうか。いろいろ言われています。もしかしたら、経済的にね、ものすごい厳しい状況になるかもしれない。金融危機が来るかもしれない。なんならこの4年間の中にね、日本であちらこちらで震災が起こるかもしれない。今、いろいろ言われています。食料不足、食料危機の問題が来るかもしれない。これからの4年間っていうのは、おそらく非常に厳しい4年間になると思うんです。その4年間の、貴重な貴重な4年間をですね、我が町に誰を代表で出すのかっていうのは、自分のことなんです。とっても大事なことなんです。ですから、その人が何を言ってるのか、あるいはそれがわからないんであれば、そのね、背景にある政党がどういうことを言ってるのか、多くの、地方議員の方、無所属の方もいらっしゃいますから、まあね、そういう方はそういう方で、まあ、地道にこう発信活動していったり、地元で活動されていたりとか、まあ、いろいろね、主義主張がしっかりあるんだと思いますけれども、分かりやすいのはですね、やはり政党というちゃんとバックを背負ってですね、私たちはこの国政政党のバックの中で、ね、郡山市議としてはこういうことを言っていきます、やっていきますという方が、多分皆さんにとって非常にね、分かりやすいですし、信頼できると思うんです。そういった中で、ぜひ新しい選択肢にこの参政党のね、地方議員を選んでいただきたいんです。もし郡山市議会にですね、一人でも参政党の議員がいたらですね、多分皆さんへの情報発信はもう格段に違ってくると思います。参政党が大事にしているのは情報発信なんですね。議会でどういうことが話し合われているのか、どういうルールが決まっているのか、ね、まあ、どういう条例ができるのか、
あるいは市長さんはどういう方針で市政を動かそうとしているのか、そして職員さんはそれどういうね、顔の向き方で働いているのかとか、そういうことをですね、参政党は皆さんに情報発信をしている政党です。ですから、もし、この皆さんの住む郡山市議会にですね、市にですね、参政党の議員が一人いれば、様々な情報発信をしていくと思います。逆に、その情報発信がなければですね、参政党の議員じゃないんです。で、我々党員も非常に厳しいですからね、サボってる議員がいたら、やっぱりそれはね、つっつくなり、あるいは議員団といってね、別にその議員の、グループがあるわけです。だからその先輩の議員たちにいろいろ指導を受けたり、何したりしながら、本来参政党の地方議員としてやるべきことをね、やらざるを得ないようにね、こう持っていかれると思いますので、そこは、ぜひ安心していただいて、ほとんどの参政党の、今、地方議会に挑戦している人は新人なんです。政治経験がほとんどない人ばっかり出てるんです。遠藤博樹もそうです。政治経験はありません。しかしですね、その政治経験のない素人でも、ちゃんと政党、国政政党のバックというものを背負ってですね、そして皆様に情報発信をしていく。これはもう一つね、重要な機能になっていると思うんです。ですから、ぜひですね、皆さんの町に、ね、一人でもいいから参政党の議員がいるということ、これは今までとは全く違う、政治と生活の距離が近づく、そういった一つの証拠になると思いますので、ぜひ今回ね、参政党の地方議員を皆さんの町に誕生させていただきたいなというふうに思います。じゃあ実際ね、今までどういうことが起こっていたのか。私は日本の一番の問題点、そして郡山市でもそうかもしれませんけれども、一番の問題点というのは、問題点を市民が知らない、国民が知らない、わからないというのが、私、一番の問題点だと思うんです。郡山市にとってもそう、日本国民にとってもそう、実際はですね、いろんなことが国会でもどん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 通っています。その一つのね、例を挙げれば、この間、国会が閉まる直前に LGBT のね、法案がスッと通ったわけですよ。で、スッと通ってしまったので、もう私たちは、反対反対って言ったんですけど、反対する間もなくですね、さっさと通っちゃったんですね。で、そういうことがですね、国レベルでも、福島の県のレベルでも、郡山市の市のレベルでも、おそらくね、あちらこちらで起こってるはずなんです。だからまずね、何が起こってるのか、どういう法律が通っちゃったのか、どういう条例が作られているのか、それをまず私たちが自分のこととして知ることが大切で、それを知らないでいるっていうことが、一番、日本の問題点であり、郡山市の問題点だと思うんです。もしですよ、郡山市にこういう問題があって、こういうふうに問題解決をしていきたいというふうに、市民お一人お一人が思えばですよ、どんどん政治って変わっていくし、生活も変わっていくんです。ただ、そこに無関心でいるとですね、自分はね、会社で一生懸命働きます。政治は政治家の皆さんにお任せしますと、ここに、分断が起きてしまうと、どん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 自分が一生懸命働いていても、働いても働いても楽にならないとか、どんどん苦しくなるばっかりとか、何か、勝手に電気代は上がるし、なんか食料も上がるしと、どん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 生活が厳しくなっていくわけですね。私も東京の練馬で製造業をやっていますけれども、本当にですね、もうこの数年、もう大変ですよ。もう電気代は上がる、何は上がる。で、そして、いろんな法律が決まって、こう、いやで残業はね、こういうふうにね、規制をかけろ、何しろかにしろ。どん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 、こう、条件を厳しくしていってですね、
まあ、よく私は手足を縛られて、ね、グローバルの海に投げられるっていう表現をしてるんですけれども、どん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 条件を厳しくされて、そして国際競争をしろと、グローバルの海に投げられているのが今の日本の現状なんですね。ただこれもですよ、巧妙にじわじわ厳しくなるので、私たちにともするとですね、気がつかない場合があるわけです。もし一気にね、バーンと世の中が変わったら、これは大変だと言って日本人は多分立ち上がるんだと思うんです。ですが、先ほども言ったように、何が一番の問題といえば、じわじわ変わっていくからわからないんですよ。昨日と今日と同じだと、なんとなくこのまま続くのかなと思って、世の中を変えようという気持ちが思わないんですね。で、そうしているうちに、はっと10年単位、30年単位で振り返ると、あ、昔は1億総中流って言って、日本人がみんな豊かに幸せに暮らしていたのに、なんか今は二極化になっちゃって、ね、儲かってる勝ち組の人と、そうでないほとんどの人は厳しい生活をしていて、日本人の平均年収は400万のあたりをうろうろして、なんなら下がっていって、というようにですね、10年単位、20年単位、30年単位で見ると、日本が落ちぶれてることがわかるんですよ。ところが、昨日と今日は変わらないじゃないですか。そうすると、あ、まあじゃあ、明日もこんな感じかなっていうふうになって、何もね、自分から活動して、世の中を変えていこう、日本を変えていこう、政治を変えていこうというね、気持ちが起きないんですよね。それが日本の一番の問題点だと思います。ね、ありがとうございます。だからね、皆さんね、こう、長い目で10年単位、20年単位、あるいは30年単位でね、こう世の中を見ていただくと、この先、10年後、20年後、30年後、どういう郡山市になっているのか、どういう日本になっているのか、私は背筋が寒くなる思いです。それを皆さんは昨日と今日と明日と同じだと思っていて、変わらないと思っているんです。そこは、大変ですよ、大変ですよと言って、警鐘を鳴らしているのが参政党なんです。ただですね、これもあんまり言いすぎるとですね、世間から、まあ参政党はね、陰謀論を言う政党だとか、オカルト政党だとか、あるいはなんかこうね、健康に気をつけてね、いい食べ物を食べましょうとか、ご提案するとですね、オーガニック右翼だと言われてみたりですね、まあいろいろなレッテル貼りがされがちなんですけれども、私たちは、5年単位、10年単位、まあそうやって長い単位で歴史を見て、そして未来を予想してるんです。だから、皆さんの街に参政党が必要ですよねと、そういうご提案をしてるんですね。ぜひ皆さん、今自分が、私ももうね、もうすぐ還暦でございますので、私は逃げ切り世代かもしれませんけれども、私にもね、20代の子供が2人います。この20代の子供が、今の私のように、ね、中高年になったとき、30年後ですよ。私の子供が中高年になった頃、ね、50代になった時、どういう日本になってるのか。日本はこのまま独立を保てるんでしょうか。それぐらいの状況に今分岐点にいるんです。日本はどんどん貧しくなり、貧乏になり、円安も進み、ね、企業は買われ、土地も買われ、ね、この辺の物件もね、登記簿謄本見たら誰がオーナーだか分かりません。会社もどんどんね、外国人に株を買われています。で、私たちは、じゃあそうやってね、外国人がマンションのオーナーですとか、あるいは企業のオーナーですって言って、私たちはそこで安いお金で働いて、そして高い家賃を払うような、そういった、もしかしたらですよ、10年後、30年後、そういう奴隷のような、ね、日本人がいっぱいいる世界になってしまうかもしれないんです。もう今の延長線上で考えたら、私はそういう未来しか見えないんですよ。本当にね、これは、背筋のね、凍る思いですよ。そもそも、日本は独立しているのかという問題あります。ね。自由民主党の結党の目的は、日本の真の独立だったんですよ。自主憲法制定だったんですよ。でも、それすら、
自民党は放棄して、もうアメリカを窓口としたグローバルエリートの人たちのね、言うことを聞くような構造の中に今います。だから、この延長線上でいけば、日本の総理大臣は海外に対してセールスマンになってるんですよ、今。これ安いよ、安いよ、これね、この会社買って、このね、土地買ってね、もうなんならここもね、土地売るからメガソーラーとか作っちゃって、みたいな形で、もう今ね、政治家がセールスマンになって、日本の土地や会社がどんどん買われてるわけです。マンションも買われています。東京はオークションがいっぱいあります。ね。ホテルもね、インバウンドとか、インバウンドだったらまだいいですけどね、来て帰るからね。だけれども、ホテル代とかどんどん高くなっちゃってるんです。この間私テレビを見てびっくりしたんですけどね、テレビのワイドショーでこういうふうに言ってたんですよ。ね。観光地で素敵なところとか、あと週末とかはね、外国人が泊まって、今値段が高いから、日本人は、ね、平日、しかも近場のところに泊まりましょうって言ってるんですよ。いいところとか、いい時はね、外国人にお譲りして、日本人は、もうこうやってね、安いところに泊まりましょうと、言ってんですよ。もう何ですかね、もう発展途上国ですよ。発展途上国。インバウンドに、そもそもインバウンドに頼るってことは発展途上国のビジネスモデルですし、それを岸田総理はじめ、今ほとんどの大臣がそれがいいことだと思って、ね、インバウンドで日本の経済を盛り上げようなんて言ってるんですが、これは奴隷への道のまっしぐら、ね、発展途上国に転落する道へまっしぐらなんです。その一方でですよ、さらに、日本もだいぶ安い国なんですよ。日本もだいぶ安い国なんですけれども、さらに日本より安い国からまた外国人労働者がね、いっぱい来てるじゃないですか。でもあれですよ、皆さんもうお気づきの方もいるかもしれないですけども、まあ最近ね、中国人とかタイ人の方はですね、もうあんまり働いてないんですよ。もうなんかどっかもっと遠い国の方がですね、なんか来てるんですね。東京のコンビニとか、あと解体工事の現場とかですね、どちらの国からいらしたのかなっていうぐらい、ちょっとなんかよくわからない、あまりね、見たことないような人がいっぱい来て働いてるんですよ。で、そういった、ね、外国人を、はっきり言うとですよ、日本人が働きたくないような産経職場、危険、きつい、汚い、そういった職場に、ね、外国人労働者を働かせて、そしてさらに自分たちはこれはいい仕事だろうと思っていたけれども、そんな仕事はどこにもなく、そして自分たちの、ね、手取りもどんどん少なくなり、挙句の果てに事務仕事なんかしてようもんならそれはどんどん AI に変わり、じゃあ日本人は将来何で働くの、もう職場がなくなってるんですよ。 AI にね、ちょっとスマートな仕事は AI に取られ、自分がやりたくない産経職場は外国人に取られ、日本人ちょっとうっかりぼんやりしてる間にですね、もう働く場所がなくなってるんです。そしてどん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 所得が低いまま、なんかこうね、会社に勤めていてもなかなか給料が上がらないな。で、今度政府は何を進めましたか、皆さんに。副業ですよ、副業。副業を進めてね、どんどんこういろんな副業をすれば、スキルも上がるとか言って、絵空事を言ってですね、今まで、弊社のような製造業もですね、一応副業禁止だったんですけれども、まあやっぱりその、業績が厳しくてなかなか賞与が払えなかった時とか、やっぱり副業を認めたりとかしたこともあったんですね。でも、結局、そうやって副業を認めたところで、ね、対してお金になる仕事なんか、そうおいそろってないわけですよ。で、なかったけれども、月ね、ちょろちょろっと稼いでいたかもしれない副業をやってる人とか、フリーランスとか、あるいはそういう個人事業主の人に、今度どうですか？ 10 月からインボイスで、そういう人まで消費税を巻き上げようとしてるんです。もう私たち十分貧乏なのに、ね、それからまた税金を絞り取ろうと。で、社会保険料なんていうのは、もうなんか雰囲気で決まってますから、もう法律じゃなくて、あれは一応
税金みたいに強制的に取られるんですけど、一応税金という枠組みではないので、なんか法律ではなくて、なんかスッスッとなんか自由気ままに決まってきますよね。で、どん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 税率高くなっていって、あ、税率っていうか保険料が高くなっていって、で、私たちは働けど働けど手取りは増えない、ね、だから増えないから副業もやったのに副業からも消費税取られる。もうね、国民を食い物にしてんですよ。おとなしくしてたら食い物になって舐められて外国の奴隷になって終わりですよ。10年後、20年後、30年後、今の延長線上で生きたらそういう世界になってしまうんです。だから今、ね、幅広く参政党が情報を提供して、このままじゃダメですよねと。過去の30年間見たら未来の30年間どうなるか想像つきますよねと。それを発信しているのが参政党なんですよ。ですから、ありがとうございます。ですからね、ね、一部にはね、なんか、国政党と尖ったこと言って陰謀論言ってるみたいな、ちょっと思われがちなんですけど、私たちは過去の分析して将来を予測しているだけなので、まあ、もちろんね、私もそんな未来は望んでないですし、ぐっと自分で変えたいと思っているからこそ、今こういう活動をしているわけですけども、自分のね、希望的観測を言えば、私たちが様々なことを活動して、参政党であればもう政治の道からね、ね、私みたいに製造業であればものづくりの現場から、そして友達は今社団法人でね、大和経営者連盟というね、中小企業の経営者を集めてね、ちゃんと愛国心のある中小企業の社長を集めようという活動をしている友達もいるんですよ。だからそういう人たちは、ね、経営者の、ね、団体から、ね、あるいはなんか農業を、ね、自然農でやってる、まあ、それでの、ね、ハーブで一生懸命なんかこう頑張ってらっしゃる、ね、この間人もいました。だから僕はその農業の現場から、私は何とかの現場から、もう日本を良くする道筋っていうのは山のようにあるんです。参政党はあくまでもそのたくさんある道のたった一つです。だけれどもその政治の中では参政党が唯一の道ですので、ぜひ郡山市議選にはですね、ぜひ参政党の遠藤博樹を通していただいて、そして参政党が情報発信をするということがどれだけ郡山市の皆さんにとって、ね、有意義なものになるのか。候補者一人に任せてません、私たちは。参政党という国政政党ですから、ね、組織としてそれを情報発信していきますので、私の応援演説は以上です。ご清聴ありがとうございました。